さあ、じゃあ次のお話。えー、そんなに謝らなくていいのに。うん。脳幹、脳幹にしましょうか。じゃあ16まで行きましょうか。うん。えー、J さん、かけまーす。あ、あ、あ、もしもし。聞こえます。 大丈夫です。かね大丈夫ですどうもどうも。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日はありがとうございました。ああ、ディスクジャムの対戦ありがとうございました。<laughs> ありがとうございました。はい、えっと、ちょっと、じゃあ、早速、話に入ろうかなと思います。はい、はい、お願いします。えっと、まあちょっと前の話になっちゃうんですけど、<い>まあ、ちょっと箸休め程度に聞いてもらえればなと <laughs>、はい、思うんですけど、はい、えっと、 まあ実家に住んでるんで、親にまあ買い物を頼まれることがまあたまにあるんですよね、はい。で、だから、ちょっと、なんか、近くのスーパーで砂糖が、なんか、特売やから買ってきて、みたいな感じで言われて、あ、分かったって言って、あの、行ったんですよね、はい。はい、そしたら、まあ、あの、ちょうど、その、 消費税が変わる時のタイミ直前やったんでそのタイミングのその必需品のセールっていうことで、はい、めっちゃ人といたんですよねいつもよりもだからああんかいつもよりにぎわってんなと思って、はい、まあでも砂糖だけやしかと思ってまあ取って。 レレジジ行ったらまあめちゃくちゃゃく並んでてどのレジも <laughs> そんなに並ぶんですよ消費税変わる前にってそうなんかそう車とかね家とか<や>、ね、<laughs> そういうでかい買い物はまあわかるけどかるんですけどだからそれにもそうそれだからあまりにいるから珍しいなと思ったんですけどまあ社内に買い物頼まれたし <laughs>、うん、わざわざ他の店に行くのもそうですね 買ってレジ並んでたんですよね。はい、でそしたらまあ前に僕その時ちょっとまあ携帯いじりながら待ってたんで気づかなかったんですけど、はい、おばちゃんがまあ前に並んでて、はい、でそのおばちゃんが急にこう「あら奥さん」みたいな感じでこうでっかい声で後ろの方に声かけたんですよね。<おう> <laughs> そしたら、なるなと思ったら、まあ、知り合いのおばちゃんが近くにいたみたいで、はい、その人に声かけてたんですよね。で、まあ、別に気にしてなかったら、そのおばちゃんが僕の前にスッて入ったんですよ。あれと思って。で、そのスッて入ったおばちゃんも、そのおばちゃんに、もう一人のおばちゃんに会話しながら入ってるから。う まあ、こっちに一別を返すこともなくもなくなくさっと割り込まれたんです、ね、それはちょっと腹立ちますね、うん、そうしかもまあその日はたまたま結構並んでる日だったんで、うんうん、特にね悩んねえなと思ってでも、うん、そんなんでいちいちこう話こじらせんのも、うん、あれやし僕も温厚なんで、ね、温厚やなそんなこと些細なことではまあ ね、声かけるのもあれやなと思って<も>、まあ、持ってるのも砂糖ですからねさあ砂糖だけなんで、うん、まあいいかなと思ってレジ並んでて、うん、まあおばちゃんもまあべちゃくちゃべちゃくちゃ結構でかいことしゃべってて、うん、でレジがいよいよ近づいてきたんですよね、はい、でまあ僕も、まあ、そろそろかと思って財布準備して、はい、しら前のおばちゃんたちが「はい、おいやいやあなた先にどうぞ」 いや私い,いからさっきあなた言ってよみたいな急にで譲り合い始まっていやお前らその譲り合いする前にこっちに譲れやと思ってそう譲るっていうかねそもそもね譲るっていうか割り込まれてるからねと思って何,何をそんな急に仲いい者同士の親切なやり取りしちゃってんねんと思って罠持ってないのに と思いながらも、まあ、僕はそれを心の中で叫んだだけなので何もしなかったです。で、まあ、それで、まあ、おばちゃん、まあ、どっちか忘れましたけど、はい、まあさっきに並んで、うん、まあレジ通して、はい、でもう一人レジのおばちゃんも通して、はい、いよいよ僕のまー回ってきて、ぱっ、はい、てかご、かご置いたら、はい、そのレジのおばちゃんが、はい さっきまでは普通に会釈し,していらっしゃいませってやってたのに僕の時だけめちゃめちゃ深々と礼しながら大変長くお待たせいたしましたって言ってくれてなるほど,るほど、うん、店員さんはちゃんとわかってたそうそれをちらっと見ててくれたみたいで、うん、もうさっきまでのおばちゃんへの怒りはもう飛んでいってもうって <laughs> もうもうむしろむしろ弟子のおばちゃんに申し訳ないなと思って <laughs> そんな謝らないでいいのにと思いながら <laughs>、はい レジもう僕、ちゃんとお釣りも出ないようにぴったり払って帰ってきたっていう。いや、まあお釣りは別に、お釣りは別に、少しでもね、手間にならないようにと思って、それは別に、そんな深々と頭下げられてなくても、お釣り出ないようには払ってたでしょ。まあそうなんですそれはそうでしょ、別に。それはね、何をちょっとプラスにしようとしてるんですか、それ。ちょっと ちょっとね、でもやっぱ感謝の気持ちというか、申し訳ないなって逆に僕が思っちゃったので、少しでも気持ちよく払えたっていうことですよね。ちょっとは、そのおばちゃんへの怒りも収まったなっていう、はい、それだけでした。いいおばちゃんもいるよと。世の中悪いばばだらけじゃないと。いうことですね。よかったです。いい話でした。 あり,ありがとうございます。ありがとうございまあ、じゃあ次のお話選んでいただいて、ジェイさん。はい、わかりました。えー、っと、じゃあ、僕もちょっとベッドあんまり好きじゃないんで、ベッドが嫌いな気をつていう11番で。あ、なるほど。11番こちらですね。わかりました。ちしこちら聞かせていただきます。<laughs> じゃあどうも、ジェイさん、ありがとうございました。ありがとうございました。またゲームも一緒にできた,らた遊びましょう、遊びましょう。はい、お願いします。はい、失礼します。はい、失礼します。はい、ジェイさんでした。 えー、14。14人目、えー。ベッドが嫌いな理由、えー。15、16だからこれ含めてあと3人ですね。選ばれるかどうか。さあ、ベッドな嫌いな理由。理由と書いて分けって読ますパターンかもしれないですけどね、これね。えー、高松さん。開けます。えー はいかけまーす。うん。もしもし。もしもし。どうも高松です。聞こえております。こんばんは,んばんはよろしくお願いします。はーいありがとうございます。<laughs> いやーすーげー心臓バクバクいってます。<笑><笑>急に <laughs> 急に回ってきますからね。ええ。いやもう今回来ないかなーと思ってたんですけどね。う っていうドきどき感が、ね、あ,<ー>あるんでしょうね、このシステムは。あいや、ちょっと心臓がすごい、ね、<laughs> そんなに <laughs> そんなにいや、これびっくりですね、これ。<笑><笑>でも、一番気になってたっていう人もいてはるから、これはもう頑張りましょう。えー、ああ、ほら、ありがたいですね。えーはい、えー、じゃあちょっと話させていただきます。はい、お願いします。えー、僕ですねあの、生まれた時からちょっと小児喘息を患ってまして。あなるほど よく入院してたんですね、ぜ息の発作はいはい、大変ですね。はいはい、で、えーっと、常に点滴をしている状態なんですね。ずっと点滴をしている状態だと、はいあ、手首にするんですね。うん、手首にして、そこをあのテープでぐるぐる巻きにして、ずっと止めたまんまっていう状態なんです、ね。はいはい、であの、病院はあの入院しているとベッドじゃないですか。 そうですね、はいはいで、えー、両端にね落ちないように柵がしてあるんですねで、あのー、私寝相が悪かったんで、はい、よく寝てる最中にこのベッドの柵にガーンガーンって頭ぶつけるんです <laughs> 頭をですか <laughs> 頭ぶつけ「いっぜ」って言いながら夜中に目が覚めることがたびたびだったんです <laughs> 結構ダイナミックな寝相ですね <laughs> はい、はあははあ でですね、はい、ある時入院した時に、ちょっと喘息がひどくて、息がつらかったんで、病院のベッドって状態が起こせるようになってるんですね。あー、なるほど、ぐっとちょ。ぐっと起こしてもらえるようにしてっ、ね、た、はい、時があって、はい、そうすると、息が楽だったんで、看護師さんにあのこれでお願いしますって言ってたんですね。うんはい、で、そのまんま夜になって、寝ちゃったんですよ。うんはい お、起こした状態のまま。はい。はい。で、いつものごとく寝相が悪いので、うん。どんどんベッドの横に寄ってって、うん。で、いつもだったらこう柵にぶつかるところを、<laughs> 上半身が <laughs>、持ち上がってるので、ち上がってるから。柵のとこ乗り越えちゃった。<laughs> 怖い。で、もう体がこうベッドに対して91度ぐらいになったときに、<laughs> 目が覚め,たあ目覚めたんですね。落ちるって。もうほんまに落ちるとこですね、もう。もう何をどうしても戻らないと。<laughs> で、右手に天敵が刺さってたんです。ああ、そうかそうか。この右手を体の下敷きにしたらもう、針がずれたらもう地獄の痛みだああ、そうなんや、そうなんや、うわー。 絶対にこの腕だけは守らなきゃーうわ、怖い、どうしよう、どうするやつ、めっちゃ一瞬やけど長いんいやろなそれそのまま腕だけはもう上に向けて、多分こっちが上だろうって。そうか、<laughs> 向向上か下上かかも分からへんような状態や。そのままベッドからビターンって床に叩きつける。<laughs> で、うつ伏せの状態で右腕だけこう警察官にあの。<laughs> ああ、とりあえ腕がグって上がった状態で。<laughs> 守ったんですね。守ったんですね。<laughs> 痛いたよ、ね。天敵台も倒れて、もうすごい音してうわもうそりゃそうでしょう。えー、それも頭から落ちたみたいなことですか、じゃあ。全身で平、えー、べったく落ちました。ああ、そやったらまだ,まだよかったかな。<laughs> <laughs> まだよかったわ。で、ダダラダラ,ダラって看護婦さんがね、頭の、まあね、中だったんで、さん、どうされたんですかって。<laughs> <laughs> 腕上げながら、どうしたっていうか、落ちました <laughs> <laughs> まあ、そうですよね。<laughs> そうですよね。落ちました。<laughs> <laughs> <laughs> という、落ちいで,す、ね、<laughs> <laughs> で、はい、まあ、ちょっとこれ、あの、落ちの後だから、打足っぽいんですけど、はい、あの、看護婦さんにね、あの、 結構、顔見知りが多いわけですよ。何回も何回も入院してるから。なるほど、そうですね。そうすると、あの、言われるわけですね。夜中落ちたんだって。ああ、そっか、もう、語り草というか。夜中落ちたんだって。大変だったね。今度から落ちないようにしないとね。寝てる最中に勝手に落ちるんですよ。ベッドっていうのは。これ、落ちようと思って落ちてるわけじゃないですそう。ですよね。それはね。それはそうですよね。 うんうん、落ちないようにしないとね、みんな口揃えて言うんですけどうやればいいんですか <laughs> 注意するって。サカーっても落ちるのに <laughs> いや、縛り付けてもらうしかないですよ。<laughs> <laughs> <laughs> それはもう。いやー、はいううね、なるほど。まあまあ、全速で大変やし、寝相がすごいっていうことでも大変やし。はい。<laughs> だからもうベッド大嫌いです。<laughs> もう高いところに寝かすなと。平べったい布団最高やねん。洗礼布団最高なのよ。なるほどね。いやー、なるほど。そりゃそうか、そうなりますよね。寝相が荒れたとね。はい、ああ、いやいや、まあまあまあ、でも無事でよかったです、ほんまに。はい。<laughs> <laughs> いや、じゃあもうずっあとうあ布団で寝てはるんですよ、ほんじゃ。 はい、それでもまだあの、タンスとかに顔ぶつけてる <laughs> もうそ,そっちやっぱなんとかせるもうタンスにじゃあ、高松さんもぶつけないようにしないとね <laughs>、うん、どうやったらぶつけないんですか <laughs> しないとね,、うん、<laughs> ねそ俺だってぶつけたくてぶつけてるわけじゃないんですよ毎回毎回深夜2時ぐらいにこっちまで行ってって起きるわけじゃないんです <laughs> 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 あとごとやから面白いです。<laughs> <laughs> いや高松さん、あの次のお話選んでいただいて。はい。え,ー、えっと、では、五番の、はいえー、映画館で見で、ね、映画館で見た少年、ね。ありがとうございます。じゃこちらのお話聞かせていただきます。どうも高松さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。寝るとき気をつけてくださいね。は<ー>い。<laughs> 気をつけてもぶつかるんですよ <laughs> <あっ S 2> <laughs> <laughs> 何をどう気をつけたらぶつかるんですかい <laughs>、失礼します。はぁ、大変やなえは、ー、うん。こんばんもぶつけるんやろな何時にぶつけるのかなこんばんは。えー、15と。うん。 ああ、俺もね、あの、寝相激しくはないんですけどね。変なポーズになってることはよくあるみたいでね。ゲロさんにも LINE ブログに載せられたけど。寝相ね、いい方がいいよね。うん。さあ、では、えー、あと、ラス2。 えー、映画館で見た少年こちらは塩久さんなんかいいいいタイトルですよね開けてみましょうもし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 どうもどうも<あ>こんばんはどうもお世話になってますお世話になっております,す、ね、聞こえます大丈夫ですあ大丈夫ですか ああ、よかった。長い。<laughs> これはね、ほんまいつ回ってくるかわか回ってこないこともあるっていうんやからもう恐ろしいシステムですけどもね。10人が、10人が足切りされるんですよ、これ。<laughs> こんだけ待ってね。待って。いやー、厳しい世界ですね。<laughs> ひどい。<laughs> ひどいいや、でも、でも僕が選んでるわけじゃないから。あそ、うん、それはもう。うんはい いやちょっとアゴさんと談合しようかななんて話もしてたんですけど、なるほど、なるほどね、次じゃあ選ぶからみたいな、でもあいつ、ちょっと途中で脱落しやがったんで、よし、そしたらはいお願いしますお話を、はいすみません、えっとですね、よいしょ、えっと、僕、映画が好きなんで、よく映画に行くんですけど、もあれ、全然聞こえてますよ。 ああよかったよかった。はい、で、えっ、ー、と、映画行くんですけども、はい、あのー、まあ、週1ぐらいで行ってて、何でも見るんですけど、すごい、思ってた以上に行かはるんですね。行きますね。へぇ<ー>で、えっ、ー、とー、まあ、ヒーローものなんかも、あのー、もう、見境なく見に行ってて、うわすごい、守備範囲が、<で>はい。<laughs> で、えっ、ー、とーこ、まあ、何年か前に行った、えっ、ー、と、仮面ライダー見に行った時の話なんですけど、はい。<laughs> で、えっ、ー、とー、まあ、 お子さんの多い映画なんで、はい、あの後ろの方のあの子供たちがいっぱいいるところはちょっと避けて、で、前の方に座ってたんですよ。逆に前の方があが人少ないは少ないんですよそうなんですね、まあ。近すぎてってことなんですかね,、うん、ね。ですね、ちょっと見にくいからですね。なる,なるほど、なるほど。で、前の方にちょっと座ってたらですね、はいねまあ、いっぱいあの親子連れが入ってきてる中でですね、お母さんと,、えー、と男の子の。 二人連れがあの入ってきたんでですよ、はい、でお母さんの方がですね、あのー、車椅子に乗ってる方だったんですよ。うほうほうで、あのー、ああいうところって、まあえー、と映画館によって違うんですけど、そこの自分が行った映画館はその、えーとですねそ、そういう人のために前の方に少しスペースを作ってあるんですね、<お>広,い広めのスペースで。で、はい、そこであの見れるようにしてあるんですね。はいはい でもあの、決して見やすいとは言い難いんですよ、前の方なんで、ああいうとこで、あ,あそこで見られるんやと思って見てたら、はいあのー、しばらくして、お母さんと、あのー、男の子ももめてるんですね、も、まあ、めてるっていうあれじゃないんですけどうん、うん、それほどではないけど、ね、まあちょっとなんか言ってると。うんうん でえーっとまあ、男の子がぐずってるって感じなのかな、ちょっと会話が聞こえてきて、はい、でよく聞いてみたら、うんあのー、お母さんが上の方に咳取ってるから、子のそのためにですね、<laughs> うん、だからこんなに醜いとこじゃなくて、あの上の方に行きって言ってるんですよ、はい、で,でも子供ののはあは、あの男の子の方は、うん、いや、お母さんとここで見るよって言うんですよ。 ああ優,し優しい子やな、うん、優しい子やなって思うんですけど、しばらく、あのー、いやいや、もうお金払ったおけんがあの上で見らんと損するよとかって言って、ちょっと、あのー、男の子が反対するんですけど、はい、まあ上に出したんですね。はいうん、で、まあ、ちょっとその場を落ち着いて、ちょっと経ったぐらいで、あのー、まあ、 子供たちの映画なんで、やかましい、やかましいじゃないな、ちょっと騒がしいまあまあ騒がしい子たちがいて、後ろの方に席あるのに、前の舞台が珍しいんでしょうね、わーっと騒ぐ子たちがいたんですよ、その子たちが、その車椅子のお母さんの車椅子が多分ちょっと珍しかったんでしょうね。あの 近くを走り回るたんびに、はい、かちゃんかちゃん、あのー、足とか手とかぶつけていくんですよ。<ー>でこ、えー、ちょっと伝わりづらいかもしれないんですけど、子供って、あのー、なんて言ったんでしょう、無意識を装って、うん、なんかこう、かまってくれみたいな感じで、ちょっかいかけてきたりするじゃないですか。ななるほどね子供ならではの <で>はい、今回のは結局走り回るふりをしながら、こうコツンコツンつけて、なんかこう、止まってほしいみたいな感じにしてたんですよ。うん、であの、まああ、あんまりくないよなとは思いながら、うんでまあ、そのお母さんの方も何も言ってなかったんで、しばらく見てたら、はい、まあどんどんエスカレートしてきて、<ほ>であのそのうちそのこその子どその一人が、 ガチャンってぶつけたんですよ、もう体当たりするような感じで。えー、悪い、はい。で、あのーまあ、車椅子ってよく見たらわかるんですけど、簡単に倒れるようなもんじゃないんですね、うんうん、だからあの、倒れるところまで行いかなかったんですけど、はいまあ、あもう本当、ぐらっと揺らぐぐらいはなったんですねよっぽどでですねであのでも、あのーまあ子供の,その悪ガキ、まあ、仮に悪ガキといいますね、うん <laughs> で、悪ガキの方を見たら、あやべって顔はしてるんですよ。はい あやってはいけないことをやってしまったみたいな顔をしてるんですね。だから、あまあ、この子も悪いと思ってんのかなって思ったら、うんで、まあ間が悪いのかなんなのかですね、はい、あのその子の親が出てきてです、ね、であお<ー>。か書きの親が出てきて、いかにもっていう感じの、ちょっと残念な感じの。と見た目でいうと、あのー、去年流行った、と アップルとペンがどうとかこうとかっていう, <laughs> うあの人がいるじゃないですか<リ>頭がバリバリじゃないですかもう <laughs> <laughs> バリバリですねでそれはでも多分本業じゃないんですよであのー、なんやどうしたんやみたいなこと言い出して「<ー>いやちょっとここのおばちゃんに」って言ってで悪ガキは説明してて<ー>で、うん「あの,あのそうか」って言ってで、うんあのー「いやいや まあ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 な、あのー、こんなところにあんたがおるのもちょっと悪いんやで、みたいなうわーって。いやいや、それはちょっとって、なうんはな。なって。悪やなうん。でも、そんな、そんな誰が見たって分かるようなこと言うとかと思ったんですけど、はい、でまあちょっと、いやいや、こ子供がね、あの遊ぶようなところで、 そんなところにおったら、それはぶつかるわなみたいなことを言い出すんですよ。<う>うん、で、ちょっと、うわあこいつどうかしてんなと思って、うん、ちょっと、いよいよなったら店員呼ばなかなあとかって思ったんですよ。はい、そしたら、まあ、上,のたら上の方に行ってた、そのお母さんの子が、はい、子供がで戻ってきて、うんで、お母さんのそばにじっとしてるんですね。はい、で、あのその、あの悪ガキのお父さんの方をぎゅって睨みつけるんですよ。お うん、であの何も言わなかったんですね、はい、にらみつけただけで、まあ多分言い返してもあの叶わないからって分かってるんでしょうけど、にらみつけてじっとしてるんですね、はいで、このクソガキみたいなこと言ってるんですけど、はいでまあ、話を終わらそうとしたんですね、うん、そのアルガキのお父さんが話を終わらそうとして。はいであの いやまあまあ子供のすることですからみたいなことを言い出したんです、はいうん。で子供のすることですから、まあ今回はなしにしましょうやって,うお<ー>って言って、はいあの、それまで黙ってたその男の子が、はい、それはこっちのセリフだってお<ー>言ってお<ー> <laughs> あの、あんまりにも。あのー その理屈が分かってて言ってんのかどうか分かんないですけど、<laughs> 周りの、まあ、僕を含めた周りの人間がどっと爆笑してしまって、<laughs> そらそうやっていう <laughs>、あまりにも正論すぎて <laughs> で、でまあみんなが笑って、あのー、罰が悪くなったんでしょうね、うんうん、でも、その悪ガキのお父さん、悪ガキ含めて上の方に引っ込んでいって、うん、でまこ、あ、となきを得たんですけど、ねはいうん。であのー で、もう結局、男の子はあのお母さんと一緒にずっとそこで見てて、わうん、いい子やなと思って。ええ子ですね。うん、で、あのー、ちょっとしてからあ、ちょっとしてからってか、映画が終わってから、はい、その日、ちょっと特別な日で、うんあのー、珍しく映画,の映画館で、あのー、館内放送が入って、はい、あの今日は仮面ライダーが来てくれてますって。お<ー>あのー 言って、はい、後ろから、あのー、その映画に登場した仮面ライダーが出てきたんですよ。<ー>握手したり、あの写真撮ったりできますよっていう、はい、イベントがあって、はい、で,、まああのー、でそのさっきの悪ガキも、はいあのー、出てきたんですけど、そのお父さんの方、はい、こ,こんなもん握手してもらってどうすんねんみたいなこと言うて、<laughs> 一人でさっさと出ていったんですね。 出ていくんかなと思ったたらら、はい、一人になったらなっってでそのお母さんと男の子のところ行って「はい、さっきごめん」って黙って「わ」わであの「一緒に握手してもらおう」って言って、うん、二人で仮面ライダー写真撮ってもらってましたねいい話 <laughs> まあだから多分親があんなんでもあの子供はきっとあのいい感じで育つだろうなって <laughs>。 その,そのパンチが一番子供やったんす、ね、<laughs> ですね。ですね。<laughs> いや<ー> <laughs>、うん、なかなか、あのー、いいもん見れました。<laughs> <laughs> いいもんが2つ見れたわけですね、もう映画とね。はい、<laughs> その上、僕はその後、仮面ライダーと握手してもらいました。<laughs> 僕も。<laughs> <laughs> いや、それはもうしてもらいましょう、それはね。それはもうしてもらった方がいいです、それは。うん <laughs> うん、いやええ話ですね。いや、もう、どうせそうだろうなと思ってましたけど、塩久さんはええ話をするから。<laughs> 一人だけいつもええ話をしに来ているから。すいません。いやーいいですね。<laughs> いや、それはもうやっぱ DVD で見てたら見れないもんですからね。ねえー、みんな映画館に行かない映画館に行こうと。<laughs> はい、まあ。実は今日も見てきたんですけどね。見るなー <laughs> 見るな <laughs> すごいっすねそんなに見るんや <laughs> あそうだえっ、ー、とそうだ話終わったところでちょっと2つお願いがあるんですけどはいあのー、ルーマニアが早く動画で見たいです <laughs> 言われるんちゃうかなと思ってました <laughs> はいえっともう一つは、はい、あのー 僕、最初から課金してるんで、はい。あの、そろそろ好きなファミコンソフトを3本とかもらってもいいかなと思ってます。<laughs> どういうことですか、それ。大丈夫ですかなんかね、検証みたいに。何そのシステム。直線がつかないかなって <laughs>。何そのシステム <laughs>。あ、メガドライブのソフトでもいいですいや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 、角がなくて、あの、危なくないやつ、メガドライブのソフト。まるっとしてるやつね。うん <laughs> そんなシステムないので、えー、勘違いしないでください。<laughs> えー、みんなに好きなファミコンソフト3本あげてたらえらいことになりますよ。<laughs> それは。<laughs> こっちのセリフだ <laughs> <laughs> それだ。<laughs> ルーマニアはね、あのー、あれです、あのー、昨日もちょうど配信で話したんですけど、はいはい、チャンネルの動画のフォーマットの仕様が来月変わるらしくて。 なんで、それをちょっと待ってからじゃないと行動でけへんなってなってましてね。はいはい。いや、あれ、ちょっと見逃してるやつもあるんで。え、見たいですよね。あれ、ほんまに面白かったから。もう、あの、あれですよ、あの、ねじ君が飛び降りようとしたとき、正直、あの、竜男より続きが楽しみでんで。いや、あれはほんまね、あれはほんますごかった。 いやあ、もうじゃあ、あの、ちょっと、楽しみに待っていただいて。よろしくお願いします。はい。<laughs> すみませんが。お待ちください。<laughs> じゃあ、はい、次、ラストのお話を。ああ、どうしよう。誰が待ってるんだろう。えー、っと、アゴさんいたらアゴさんにするんですか、ね、<laughs> アゴさんはもう、24時過ぎたらちょっともう無理っすって言って脱落しあったんで。<laughs> あもう、あいつはいっすわ。<laughs> ねえねえ、もう、つはもう。<laughs> えっと、今何番が残ってるんだ えっと、えー、じゃあ、じゃあ、えー、っと、弟の寝言で14番。14番弟の寝言。了解しましたらこちら、聞かせていただきます。はい、どうも、塩久さん。はい、今回もいい話。<laughs> ありがとうございました。<laughs> はい、ありがとうございました。はい、失礼しまーす。はい、失礼します。いやー、潮久さんはほんまいい話するなええーっと、では。 まあ、とりあえずラストということで、こちら。弟の寝言、させていただきましょう。もっと、あ、まだ起きてるから大丈夫なのにっていう人もいてはるかもわかんないんですけど、そうじゃない人もいてはるやろうから、とりあえず、ね、閉めましょうね。<laughs> えー、では、弟の寝言。聖ザイスさん。えー、かけます。あとでもうちょっと考えましょう。<laughs> もしもし。もしもし。はい。うわラスト。ラストでございます。大丈夫ですか、音は。音は大丈夫ですね。大丈夫です。 弟の寝言です。よね弟いやいや。あ、弟の寝言やった、うんうん。俺が言うたわけじゃないから。<laughs> あすみません。はい。えっと。弟の寝言の話なんですけど。はい。<laughs> えっと、弟の寝言がすごいんですよ。<laughs> 寝相がすごい人がいたり、寝相が。と続いて,続いて、まあ。遺伝するんですよね。うちは父親が。<laughs> はい。 いびきがすすごいんですよ <laughs> それが遺伝俺に遺伝して俺はいびきがすごいんですなるほどで母親が寝言がすごいすあなるほど寝言っていうかまあそれの影響でうちの弟,弟は寝言がすごいとはい夜中にまあこうやってこうやってもうそろそろ寝ようかなと俺ちょっと遅いんで,で、はい、隣でもすでに弟は寝てるんですよはいそのでもってかあって寝てたら、うん、あのさあのさ <laughs> あ,あのさくよ どうしたんだろう,う夜中に何かあったんかなと思って <laughs>、うん、どうしたって言ってみても全くレスポンスがなくて <laughs> でもどうしたのかって何かあったんかもしれんってう,もう,うわっ,って言ってみたらぐっすり寝てあぐっすり寝言かみたいな <laughs> 呼びかけるタイプか呼びかけるタイプはきついだ呼びかけるタイプはきついですよ、ね、<laughs> こっちにも干渉してくるタイプや、ね、それはもう 寝言に話しかけたらだめだよとかってよく言われるんですけど、<laughs> マッチが来てる場合は、もうどうしようもない、それはね、それは,、ね、それはもう,もう申し訳ない、もう、寝言か、寝言か、そうじゃないかは分かんないですからね、蓋を開けてみるあのうちのやつの、うちの弟の特にその寝言のすごいのが、<laughs> そのもう完全にもう、起きてる時の感じ、温度、<laughs> ムニゃムニゃじゃないんですよ、ムニゃムニゃ声だったら、あ、こいつ、ムニゃムニゃ声だ、うん、寝言からか、うん、それはね、完全にはっきり、あのさ、あのさ、<laughs> そこら辺のやつよりむしろ元気っていういそうなんむしろちょっとみたいな、普段そんな来ないのに、<laughs> でもう、他の日も、まあ、ぐーっと寝てたら、はい、あのさっても、あのさーがもう、あのさみたいなこと言われて、<laughs> ねえねえ,みたいなえって、えっ、どうしたんって言ったら、もう <laughs>、夢の中で多分あなんかあったんでしょう、<laughs> あの山手線よりも中央線で乗り越えた方がいいだろうって。<laughs> <laughs> そっちの方が早いいぞみたいなめっちゃちゃんとした話してる <laughs> こいつ夢でリーダーシップ取ってるん <laughs> ってくるみたいな手腕手腕ン狂ってくる手腕が,シュアンがみたいな、まあ、弟の知らない一面見た夢で <laughs> そんなのがまあ結構あるんですよ <laughs> <laughs> 夢の中、その寝相もね、その色ん <laughs> さっきの話もありましたけど、うん、寝てるときってもうわけわからないんですよね。他にもいろいろなんかもあるんですけど、うん、特にすごかったのが、うんはい、うちの弟が結構、まあ、勉強ができるタイプで、はい、でそんで、まあまあ、学校も一緒だったんですけど、うんうん、でそのときに彼が休んだんですよ、一切休めなることがなか<ー>った。ていうのがインフルエンザなんです。 それはまあまあ。それはまあまあ。それはまあ響きだったんですよ。響きじゃない、うん、完全に間違いまあ、休んでたんですよ。はい。で、まあ、でもまあ、そんなこと言っても、まあ、俺は普通に学校に行って帰ってきて、はい。まあ構わず、今でテレビを見てまして、はい。で、その時インフルエンザやったんで、あの、今の隣の和室に行こう。はい。おっ、こしょ。どうしました寝言ですか、今の。寝言じゃないですか。<laughs> ちょっと黙ります。 ええちょっと黙ります。はい、ちょっと黙る。なんか、何やろ、この展開。お風呂入よるよ、みたいな。<laughs> 黙り終わりました。<laughs> はい、はいはい。サブ。<laughs> <laughs> まあ深夜ですからね。ええ。あのー。 ベランダであベランダでベランダなんですあそうなるほどあんまりうるさくできへんからそうなんです <laughs> ちょっとね <laughs> 半袖半ズボン <laughs> それはそれはちょっとそれはもう羽織った映画だいやもう家におるもんやと思って <laughs> <laughs> バン出されて <laughs> サブ <laughs> ごめんなさいはいはいはいそれでねあの今で僕はテレビを見てて、はい、で隣のところで まあ、インフルエンザですからね、はい、インフルエンザかま、うん、わずまあそんなの知るかと思ってテレビを見てたら、うん、うなされてるんですよ、ああ、さすがな、うん。うわーみたいな、多分高熱でうなされてるっていうん、というよりもなんか悩んでるみたいな、えぇーっ、うん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 、なんだろうなぐらいの感じで、うんどうしたんかなと思ったら、うーん、うん、サザンが強っって言った。 こいつ夢で間違えたぞ、九九を。三の段間違えた。三の段を。あんなに。夢で九九練習してんのがアホやのに。うん、しかも悩んで間違えたそれをもう悩んで間違えたあんなにリーダーシップ取れるのに。リーダーシップを夢で取ってんのに。<laughs> 間違えたぞって言ってってみたら、ぐっすり。<laughs> こいつよく九九間違えたら寝られんな。こぐっすり。もう 溶けたみたいな顔してました。<laughs> 間違えとるぞ、それ。間違えてんのに、こいつ、夢で。<laughs> もう大笑いしたっていう。話でした <laughs> インフルエンザはやっぱその辺、もう鈍らせるんですかね。そこら辺も,もうグズグズになってくるんですよね、やっぱりも、ま、う、あ。なるほどねあんなに。あんなにリーダーシップ取ってたの,てたのに。あんなに山の設定線よりも中央線の方がいいって言ってたのに。ねえ、それはもう。ちょっと惜しいし。 ちょっと欲しいですよ、ね。位置 <laughs> がもうどっかで来たんですね。来ちゃったんだな、うん、そういう、そういう話でした、ね。<laughs> はい、わかりました。<laughs> じゃあ、あの、お風呂入ってください。はい。ありがとうございます。サブ<寒っ>。<laughs> 失礼します。はい、どうも失礼します。えー、製材さんでした。ありがとうございました。<laughs> はあ。 いや、面白いですね。なんか、そうか、そういうの、おもろいな。俺、全然そういう面白寝言とかはないな。さあ、ということで、今回、ま、16となってます。実質、15人お話聞かせていただきまして、あと、ま、10人残ってはおりますが、 えー、まあ、とりあえず一回締めときましょうかね。ええー。面白い話今回もたくさん聞かせていただきましてありがとうございました。また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。てててて,てっと。いやー、いろんな面白さがあったね。 さて。うん。さてさて。さあ、どうしようかな。時間が時間なんでね。あのー、あんまりこれ以上待たしてもっていうのもあるから。うん、あのー、気軽に延長戦行きましょうか、なんてことはちょっと言えないわけなんですけども。えー、どうしようかな。 そう、残りの人でまだ行けますという方がいたら、えー、聞こうかな。もう無理だったらもうそれは仕方ないですからね。うん。えー、っと。じゃあ、3番、19番の、 えお二人は、まあちょっと、さすがに時間遅すぎということで、え置いときまして。じゃあ、えあと、あと6人か。あと6人は、6番目でもいけるってことですよね。今から。今から6番目になっても大丈夫ってことで大丈夫ですかサイドの確認になりますけど。 <laughs> うん。オッケー、30分延長しておきましょう。よし。え、順番はもうじゃあアン、アンケートで順番、え、アンケートで順番聞いて、一番最後の人って一番この中でも聞かれたいと思われてない人の話が最後になんのまあ、でもええか。<laughs> でもええか。別に。タイトルと面白さ。 タイトルで聞きたいなっていうことと、面白さは別に比例するわけじゃないから。そうそう、内容は関係ないから。えー、投票数の多いお話から順番に聞いていきます。まあでもタイトル、な聞き聞き、聞きたさとね、面白さは別に比例しないだろうということで。じゃあ結果見てみましょう。べべん。えー、占い師に見抜かれすぎた話。これが、 これが30%。期待値高いなぁ。これが17ってことですね。で、次が21.8%。中学の時の外国人教師が切れた話。えー、次24番。改札にやってくる人たち。えー 十、次十二点五パー、二十一番、友よ愛こそすべてどんな話なんやろうな、これ。北斗の剣の、なんか、タイトルっぽい。えー、次十三、祖父の葬式で兄貴に驚いた話。えん、ー、で、えー、最後、突然の数字。あ、これは面白い結果ですね。6.4%。これは面白くなりそうですね。 うん。さあ、ではこの順番でお話聞かせていただきたいと思います。ちょっと、ちょっとなんか画面ごチャットしてわかりにくいけどな。まあまあ仕方ないですね。では行きましょう、えー。17番目。占い師に見抜かれす,すぎた話。 えー、てっ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 と。こちら、えー。柳さん。じゃあ行きましょう。延長戦。こんな時間になったけど、まだいけますよという方だけで、えー、お話聞かせてもらおうと。お話聞かせてもらう順番は、えー、ニコ生のアンケートの投票で決めました。 えー、果たして、あのー、気を引くタイトルと、その話の面白さは比例するのかという実験にもなるね、これね。えー、じゃあ聞かせていただきましょう。柳さん、かけます。もしもし。もしもし。もしもし。はい、聞こえますよ。 どどうもどうももよろしくお願いしししまますよろしくお願い,しますいや以前に参加した時緊張のしすぎで、はい、なんか話そうと思ってたこととか飛ばしちゃったんで、はい、なんかリベンジで今回はちゃんと話そうと思ってこう紙とかにこう書き出してまとめて真面目やってたんですけど、はい、なんかそのアンケートの結果で。はい 思ったより数字をいただいたので、今緊張しすぎてなんか指先が痺れてます。<laughs> それは、それは末端冷え症とかじゃないですか。<laughs> もう、もう、もう、やばい、やばいです。やばいです。いやでも、やばいですけど、頑張ります。<laughs> やばそうやな <laughs> もう声が震えて。ねせっかくの男前な声が、 ああ震えてますすけど大丈夫ですかいやでも前回なんか敏郎さんとか皆さんからなんか男が女のふりしてるとか散々言われたんで <laughs> ちょっと今回は今回はちょっと女の子らしい話をしようと思ってうわうわそうなんですねはい。 今回は女やっていうところを見せていこうと。まあまあ確かにね、占い師と、占いとか言うてんのはもう大体女、女の子ですからね。ほんまや。じゃあ、まあちょっと話して。はい、お願いします。お願いします。あの、友達から突然、占いカフェについてきてくれへんか、みたいなことを誘われて。おぉ。占いカフェカフェそう。 占いカフェって何って聞いたら、なんかカフェがメインだけど、なんかお願いをしたら、店主の人にお願いをしたら、1000円で占いをしてくれる前世を見てくれるみたいな。うわーとあんまり占いに興味がないもんで、え、そんなん、なんか適当にあなたの前世は何々ですって言うだけで、1000円とか、ぼったくりみたいなもんやんけと。 でももうなんやそれとは思ったんですけど、はい、なんかその当時、あのー、まだ10代でなんかもう完全に若気のいたりで、はいあのー、私小説家になるって言ってただただニート生活をするというクズの極みみたいな日々を送ってて <laughs> あそんな時期があったんですね若毛のいたりで若かったんですいや,いやいやそれはでもそういうそのエネルギーがやっぱいろんな作家を生み出してるわけですから。<laughs> ええ、でまあ、時間が腐るほどあったんで、はい、全くその興味は持てなかったけど、はい、まあ別に私が金を出すわけじゃないし、<あ>ついていくだけなら、その子がなんか占うんだ、もつ,つと、なるほど、なるほど、はい。まあ、いや、あんたは別に聞いてくれるだけでいい、まあ、一緒にいてくれるだけでいいみたいな感じだったんで、まず、まあ、それなら別に、時間余ってるし、いいよって言って、了承したんです。はい でまあ了承してみたものの、はい、そんな場所なんか絶対女ばっかりじゃないですか <laughs> まあまあ,あ<の>そうだろうなって気はしますねはいですよね、うん、でまあ以前も話した通りこの声なんでちょっと、うん、なんかそういう場所に行ったら浮くんじゃないかとはいでこれはなんかこう場に 溶け込むように努力しなければと思って、こう、そうだ、女の子らしい格好をしていこうと。うわあ、大丈夫ですか女の子らしい、こう、服装でせめて見た目を、予想を。声出したらあかんようになりません、それ。でもなんかもう、めっちゃこう、ひらひらのワンピースに。 こうレースのついたカーディガンみたいなのを着てこれでどっからどう見ても女やろと<おー> <laughs> これは間違いないぞと <laughs> <ー>気合を入れて当日ついてったんですんかまあ行ってみたらなんか、はい、カフェっていうかもうなんか普通の昔ながらの喫茶店みたいなのを着てで 店の中もなんかすごいこじんまりしてて、なんか席と席の間がこう狭いんですよ、感覚が。おっと、これはほんまに普通のボリュームで話してても、隣の人、声が聞こえる。やばいぞやべえぞこの格好で来たからには、もうこのいつものように話したら、余計そのコメントにもありましたけど、怪しい人になってしまうんじゃないかっていう、すごい。 不安ににられて、その店に入った時点で下手こいた <laughs> でももうここは乗り切るしかないと思ってまあまあ何とかねはい精一杯、そのなんやろキーだけでも合わせようと思って <laughs> 裏声でうわ会話をするしかないと思ってうわつらいでもそっからもう友達に話しかけられても「<laughs> えーそうなんや」とか言って一生懸命こう「うう!」 <laughs> うっ<わー> <laughs> と思ってでなんかでなんかその占ってくれる店主の人が来て、はい、んろなんだらんかその人はなんかもう別にほんまになんかもっと占いとか言うから占い師っていうからすごい怪しい人を想像してたんですけどうん、うん、なんかすごいなんか上品そうな白髪のおばあさんでおばあさんへーそうでなんかもうなんか優しい感じで、うん はい友達の占いを始めたんですよはい私はそれを見てる間もなんか必死になって「えすごいやん!」とか言って頑張ってこう調子ぶってたんですきついですねでも地獄の時間だったんですけどでももうもう引き返せないそっから戻してもおかしくなるしねおかしくなるからもうやりきるしかないと思ってうわ頑張れ 頑張れやっとその友達がなんか「占っ,てもらうのが終わったんです、はい、あ地獄の時間が終わったぞ」って、うん、思ったらそのなんか優しそうなおばあさんが「うん、あなたも占う?」みたいな感じで聞いてきたんですうん、うん、で「うん?うん」と思って <laughs> でもやばいと思ったんですけどなんかもうそのおばあさんがほんまになんかいい人そうな感じで <laughs> なんかもうほんま断りづらくて。<laughs> ああ、とは思ったけど、もう、千円、千円か、と思ったけど、もう、もう、もう仕方ないと。もうここは持ってけ。<え>この千円。えいままよ。えいままよ。と思って。じゃあ、お願いしますって言った。はい、もうそれも可愛い声で。これね、あ、本当ですかじゃあ、お願いしますね。とか言って。<laughs> 頑張ったんですよ。いらないですかこの,この私の頑張りを、<laughs> 頑張り伝えようと思ってこう。<laughs> 評価を、評価を、評価まあまあ <laughs>、まあはい。まあまあまあ。が頑張ってそうてて。頑張ってるな、はい。でまあじゃあ、占いましょうという感じで、占いが始まって。はい、別にもうこっから、かこっから先全部その声でも大丈夫ですけど。<laughs> きつ <laughs> いいいい聞ててるももらは怖占っったとまずなんかあなたの一つ前の前世は、うん、なんかこう作家<ー>文字書きの卵ですって言われて <laughs> でもその瞬間にその私が今どういう生活を送ってるか知ってる友達がもう、うん、クスクスクスみたいな <laughs> 今と一緒やんみたいな。<laughs> 感じに笑われてるけど、でももう、おい、おい、もう何言ってんねんと、この声で言うわけにもいかない。<laughs> なんか、あ、そう、そうなんですかーって言いながら、<laughs> もなんか、卵のまま死んだんかよと、<laughs> なんかもう過去の話やのに、未来の自分かなみたいな感じで、<laughs> あーって思いながら。入ってなかったんかなあのあれが。<laughs> <laughs> もう、黄色いやつが <laughs>。とは思ったんですけど、でもなんか、<laughs> その喫茶店に入ってから別にそんなそういうなんか普段の生活の話とかは全然してなくてただただ友達のしょうもないなんか恋愛話を聞いてるだけだったんで,でもそれでもなんかそういう当たってるふうなことを言われるってことはあこの占い師の人実はちょっとほんまに当たる人なんかなって思って。 おすごいなーって、これは当たるんかもしれへん。この人、ほんまに何かが見えてる人なんかもしれへんなって、うん。思っちゃいますね。うん、すで、なんか、そのその前はこんなんで、みたいな、その前はみたいな感じで3つぐらい、なんか前世を言ってくれて。はい。で、なんかその間ずっとなんかや<全>や優しい感じで。<laughs> 全然前,前,前世まで言ってくれて。全然前,前,前世まで、そう。全然 <laughs> 前,前,前,前世まで教えてもらって。<laughs> うんはい、で、なんかその間ずっとその、 占ってくれる人はほんまに優しい感じでニコニコしながら話してくれてたんですけど、うん、そこまでいったらなんか急にすごい厳しい顔をして、うん、なんかあのー、人はなんか前世でできなかったことをなんかするために今生まれてくるんだと、うん、みたいな話をし始めはって、うん、ほうっかそのでも あなたはその前世でできなかったことをするためには直さないといけないところがあると。はい。あのあなたには。うん。だから、まあ、ちょっと厳しいかもしれへんけど、はい、今から言うことよく聞いて、みたいなこと、すごい厳しいので、はい。何やろ,う何やろうん、何やろ。何やろと思って、すごい身構えて、うんはい、ほんだら、そのおばあさんが、うんうん、あなたは中身が男ハははは。 <laughs> ズバーン <laughs> なんかすごいなんかもう,もうそれで「ええっ?」てなってるけどもうそのおばあさんずっと話し続けてなんかあなたは見た目はすごい女の子らしいけどもう中身は男みたいな,なんかあなたは今回のあのせいではなんかこう。 今まで200年ぐらい独身やったから結婚っていうものを体験するために生まれてきたけどあなたは中身が今男やからそれ難しいからそれを直さなあかんみたいなことすごいすごい熱く語ってくれてるんですけどでもこっちとしてはいや結婚するために生まれてきたんやとしたらいやなんか付与するパロメーターっていうかパロメーターがね生体生体,生体 おかしないなミスってるよね <laughs> <laughs> バグだよねみたいな,な。マイナスからのスタート。<laughs> 背負わすなぁ。ゴー。ゴー何こカルマがすごかったんかな <laughs> 先生もね、みたいな。<laughs> うわーでもそれ、それを受け入れたら、でもね、普通には結構できないですしね。 でも声は直せないですしね。低くはしていけてもね。いや、まあまあ、<laughs> ま,あまあまあまあ、最近その、なんか、カバちゃんとかが、まあ、手術で声変えましたけど、あ,あ,あれはもう、ね。<もう> <laughs> <laughs> あれはもう、怖いもの。<laughs> 怖いもの。いや、もう、な、 なんかすごい、うわ、1000円払って、こんなこと言われて、こん服装も頑張って、声も、え、すごいですねとか頑張ってたそれでもなお、中身が男。全部バーン脱がされてもう、脱がされて、こんなところで、むしられて、隣の人にも聞こえてるであろう。なんかもう。 公衆の面前で丸裸にされたみたい1000 <laughs> 円も取られて1000円も取られてわーってなってもうでもやっともう帰れるんやと思って <laughs> あもうこれで終わりやもうこのもうもう辛かったこのことはもう忘れようって思って <laughs> うんうんでなんか会計で、はい、そうしたら3000円ですって言われて <laughs> なんか一つ遡のるごとに1000 <laughs> 円 心悪、ね、うわっ悪う3000円も奪われて悪るっていう話ですそのシステム悪る。<laughs> いやもういやだいぶでもほんまにショックだったんでだいぶ記憶封印してたんですけど <laughs> なんか前回 <laughs>、うん、皆さんから 男やとか、女のふりしが上がってとか、いや、ほんまにみんなひどいこと言うからね、ほんまに。いや、あなたが一番れたまひどいはもう、こんなに乙女やのに。そうそうですよ、乙女でしょ。トイレットペーパーピンクのやつ使ってるでしょ。乙女やから。まあもう、お花の匂いとかする。ああ、乙女ややっぱり。僕は信じてましたよ。 みんなだって紙ヤスリで拭いてると思ってますもん、柳さん。うん、あそうですか、そこまで、<laughs> そこまでの荒々しい男だと思われてます、ね。川の、川の向こう岸の川にまで渡した荒縄の上をまたいで、あの、拭いてると思ってますもん、みんなは。<laughs> あー、うん、まさかそ,そこまで思われてると思ってませんでしたわ。<laughs> なんか。 もうちょっとなんか、フェミニンな男子やと思われてるかなって思う。僕は思ってないですよ。僕は思ってないですけどね。いやいや、前回、一番男や男やって言ってた。いや、ごめん、ちょっと頭、頭痛い。すみません、ちょっと思い出せないです。すみません。えー、男特有の頭痛が急に。すみません。すみません、柳さんは乙女やから分からへんかもしれんけど、すみません。あるんすよね、この時間、男は。 ああ。あれ落としてねでも私もそういうのはあるけど。あ、男や。あれじゃあ、じゃあ男やわ。ははははや、わかりました。まあまあ、そういう。水枯れちゃったと。水枯れすぎた。丸裸にされたっていう。おもろい話でした。ありがとう。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。はい。失礼します。ははい。はい。柳さんでした。ありがとうございました。 いや、一個坂登るごとに1000円システムやばいなぁ。地獄やなぁ。<laughs> いやーいやー延長戦も熱いですね。<laughs> では次行きましょう。次、中学の時の外国人教師が切れた話。こちらは、ノラさん。俺今気づいたけど、こうやって反転させるとわかりやすかったね。今喋ってる人が誰か あけまーす。うん。もしもし。はい、もしもし。どうもどうもこんばんは。こんばんは。んんはよろしくお願いします。えー、お願いします。えー、は、えっ、ー、と、はじ,はじめまして。はじめまして、はじめまして。 いつか行ってやろうと思って。<laughs> 毎回抽選にハズレ外れ。外れ。で、前回は仕事で来れない。来れず <laughs> <laughs>。バレンタインのも何か取ろうと思ったら、うん、夜勤してて、気づいたら終わって。<laughs> <laughs> すれ違ってたんですね。やっと会えましたね、ノラさん。じゃあ。そうなんです。はい 百物語から見てます。ありがとうございます。<laughs> で、ずっと,と、年しさんにちょっと一言言いたいことがはい、なんでしょう。前、なんか、ツイッターでも、リップした時があるんですけど。はい。すっごい上司に似てるんですよ。<laughs> <laughs> って言われてもなえ、それ見た目がですか声が <laughs> とかですか口調。どっちも似ててえー、<laughs> っていうのを昔、 ツイッターで、ぼそっと呟いたら、はい。もう、歳三さんお得意のエゴさで、捕まって。そうやったっけ <laughs> あの、リファごとく5の配信だったから、はい。の、あの、はるかのアイドルの、テレビ番組の司会者の、はいはい。すっげえ腹立つ顔の画像だけ、ポコッと送られてきて、はは <laughs> じゃこれと思ってああ。はい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 。てん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 ってやつですね。 そうです。そうです。あ、もう動画見るのしばらくやめよう。そんなに、そんなに痛いとこ決まったんやな、それ。はいはい。まあ多分今、僕の話で一番面白いのはここなんで。ええそうなんや。じゃあ。いや、まあ、話しましょうか。はい。なんか、頑張って聞きます、じゃあ。こっから下がっていくだけなんやって思いながら。 いやもうさっき延長戦するときに、僕のタイトル読むときだけ、おもろそうやなっていうい,いよったから、ハードル高いと思って。いや、おもろそうなタイトルつけたもの <laughs> もうえらいハードルきたなと思って。<laughs> いやいやいや、全然全然そんな。気にせずに、のびのび話していただけたら。<laughs> はい。はい、で、まあ、その、中学のときの話なんで、10年以上前ですかね。うん、はい。若干の脚色はちょっと。 お許しいただきた、<laughs> そういうの言っちゃう、言っちゃうタイプなんだな。<laughs> まあまあまあ、はい。で、まあ、その中学が結構やんちゃな学校というか。う結構こう、金髪の子だったり。ええー。なんか、10年ぐらい前でか。はあはあはあ、なるほど。あの、大掃除の季節になると机が落ちてきたりしてるような。え <laughs> <laughs> ええつ、えつ、つ 大掃除の季節になると机が落ちてきたり。はい、えふ降ってくるんですよ、上から。窓から机を投げるってことですか教室の。あのー、うちの学校が、廊下がテラスみたいになってて。はぁ、あ。剥き出しなんですよ、その外から。はい。で、外歩いてたら、ガシャーンって,って <laughs> 見たら机が降ってきてるみたいな。やんちゃやなぁ。<laughs> どうなんか正期末みたいない、ね。正期末ですね。バギーで投稿してる。って <laughs> 単車はいたかもしれない、うん、まあ、それで、まあ、入学した時ぐらいからの話になるんですけど、はい、まあ、小学校の時から、うん、あの中学はやばいと。もう、道を歩けば財布が取られるぐらいの噂が立つぐらいの。<laughs> 怖 まあでも、でもまあ、まあでも、そんなにおとな、ね、しいグループではなかったんで、まあまあ、でも言う,言うて、そんな、っていう気持ちで入学式行ったら、うんはい、校長の挨拶っていう隣っていうか、後ろの壁の方に、思いっきりパーカー着たヤンキーがいるんですよ。うん、<laughs> もうマジか、みたいな。<laughs> <laughs> で、まあこう、おめでとうございます、これから。 頑張りましょうみたいな話をしてたはい。はい、で、こう、担任の紹介とか、が始まって。うん。そしたら、こう、今年から英語の授業が本格的に始まりますと。はあ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 。まあちょうどそのなんか国際化だろうなんだろうね時期だったんで。うん。うん、<laughs> まあ正直ちょっとめんどくさいなとか思ってて、聞いてたら。うん、それを機に、こう、海外から英語を教えるために先生が来てくれてます。はいはいはい、ちゃんとしたね、はい。 で、えっ、ー、と、まあ、仮に、スーザン先生とします。スーザン先生、女性ですか女性です。うほうほう、女性の、まあ、仮にスーザン先生、はい。で、どうぞ、うん、で、先生はまだ日本に来て半年ぐらいで、はい。日本語もあんまり話せないです、と。で、こう、英語で挨拶して、はい。英語の教科の先生が、はい、こうこうこういうこと言ってますよ、みたいな、通訳っぽいことをして、はい。はい よろしくお願いします。うん、で、まあ1ヶ月、2ヶ月を英語の授業で一緒になったりはしたんですけど、うん、まあ本当に日本語は喋れない雰囲気で。まあ半年じゃね。こう、ちょっとずつ、こう、片言で、よろしくとか、を言いながら英語を教えてもらってる。かわいらしい。はい、まあいい先生だなうと思ってたら、ある日、こう、さあ、帰ろうと。うん ただ、肛門のところに、透明に見ても分かるぐらい、髪の色が違う楽ンキャコが溜まってるんですよ。<laughs> はい。そしたら、いやな、う,ん、うわや、やだな、うん、通りづらいな、と思って、うん、まあ、結構坂だったんですよ、肛門から自転車置き場までが。はい。自転車を押して上がらないと結構疲れるぐらい。はい。を、こう、自転車、からガら押しながら、うん、<laughs> 登っていったら。うん そのスーザン先生もいるんですよ、そこに。うん。親と <laughs> ちょっと、脳裏に嫌な気配を察知して。嫌な予感する。<の><あ>はい。<laughs> 案の定、ちょっと絡まれてて。うわーあ。あ本当に日本語喋れないのみたいな感じ、うん。あら先生も、いやーちょっとだけ、みたいな感じ。スーザン先生は若い えー、確か20代半ばぐらいです。なるほど、なるほど。まあ、年齢は聞いてないんで、大体、記憶の中でのイメージしかないはい,はい、はい、そしたら、こう、不良3人ぐらい、うん、3人、4人ぐらいいて。うん、<laughs> その先生、黒人だったんですね。<う>で、どこの国の人なんだろうみたいな話を、不良同士、わちゃわちゃ言ってて。うん でも、黒人だろ黒人って南のほうでしょみたいな、うん、黒いから南で、みたいなもうそれはもう <laughs> ヤンキーならではの,その頭の中のゴリラみたいな四国してるから <laughs> アホな会話してるなって心, <laughs> 心の中で、うん、でもこう結構広く黙まってたんで、はい、無理に通ったら絡まれても嫌だしうわもうそんな感じか嫌やな <laughs> これからの3年間を考えると、<laughs> こいつらが出ていくまでは、おとなしくしていたいていう気持ちと、<laughs> でも、早く帰って好きなアニメみたいな、<laughs> どないしようみたいなことを考えてたら、うん、ある一人の不良が、うん、やっぱアフリカの方じゃないの、うん、ってパッと言って、うんお 不良のくせに、やるわな。<laughs> <laughs> そしたら先生も、ちょっと、その人、聞いた話とケニアの人で、<ー>あの、挨拶がジャンボっていうあたりの人で。ほう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 。じゃあ。ちょっとピクッとしたんですよ。うん、そしたら、あ、やっぱりみたいな感じで不良が、クイズ。うん。いや、アフリカだ、アフリカだって,って,て、うん、したら アフリカの首都ってどこだよみたいな、会話が始まって、うんいや。まず国じゃねえだろう。アフリカは国名じゃねえし、うん。まあでも中学ぐらいじゃ分からんかもな、うん。まあでもアホですね。まあでも、うん、でもやっぱその海外の方って自分の国の文化とかそういうのって誇りを持ってられる方が多いと思うんです。うんうん、僕のイメージと。はいはい で先生もちょっと若干一瞬止まったんですよ。<laughs> 普段すっごいにこやかに英語を教えてくれる先生が、うん、アルファベットの書き方をこっから書くんだよみたいな、根、うん、節丁寧に教えてくれる先生が一瞬ピタッと止まって、うんうん、あれみたいな。首都、うん、ってなんだよみたいな。うん あれだよ、県庁所在地みたいなやつだよ、みたいな。あれは、不良だアホやな <laughs> アホやな <laughs> まあ近いけども。<laughs> 各県にあるから、それは。<き>うん、規模の落差がひどい、うん。アホやな、おもろいなはい。で、もうゴリッゴリ日本語で問いかけるわけですよ、全然。うんうんうん アフリカの人って何なの教えて教えて。先生、持ってた教科書、いきなりバーンに地面に叩きつけて。うわ、怒った。英語で切れるんだろう。すっごいまくし立てるんだろうな。黒人だし。黒人イコール強いみたいな。多少の偏見というかイメージというか。足早い。失礼な話には。 なるんですけど。さり、うん、バーン投げて、うん、アフリカは国名じゃねえんだよごりっ,っゴりの日本語で <laughs>、えー。ええー、喋れるえ隠、ー、してたってことかな <laughs> めっちゃ、鉛もなく日本語喋ってる。<laughs> <laughs> キャラ付けやったんかな <laughs> 嘘ーってみんななって。は <laughs> も、思いっきり言われたから固まって。<laughs> なんかみんな、誰もが気まずくなって帰ろうって話で。<laughs> 帰る。解散って。<laughs> 黒人怖ってなったっ。いう話で。<laughs> いや、黒人怖じゃないそれは別に。<laughs> それは別に。黒人怖い話じゃないで、まあ。うん ちょっとおうちがついた後で、後日談、タスクにはなるんですけど、はいはい、卒業する前ぐらいに、それがどうにも気になって、うん、そ,れその一件以降、全然日本語、口にしなかったんで、<laughs> あそうなんや。いや、あれ、でも、あの,ね、あの時はっきりと日本語喋ったよなって。で、友達と話してたら、うん、で、卒業するぐらいに先生にこそっと聞いたんですよ。うん あのスーダン先生って本当にまだ日本来てちょっとなんですかって聞いたら五、うん、5年ぐらいいるよ <laughs> <laughs> めっちゃいるやっぱり <laughs> うわーやっぱそうなんやえ,えらい日本食慣れてると思った <laughs> やっぱ話せ話せへんふりするんやって <laughs> ええー そうか、そうか。じゃないと、まあ頑張って英語使おうってならへんもんなですね。っていう話。そうか。いや、それは気ぃつけなぁ。<laughs> <laughs> 僕自は怖いよっていう。分かってないと思って言うてたら全部分かってるっていう。めっちゃ追いかけられるで。<laughs> <laughs> うわ怖怖そ,そうか、そうか。気ぃつけんと。 エンさん、気をつけましょう。黒人は決して怖くないし、ほんで。<laughs> めっちゃいい人です。いい人です。はい、<laughs> 追いかけられたら <laughs> こ、黒人足早いから逃げられる <laughs> カメラにピースしながら送る。しゃあですね。なるほどね。はいはい、いやいい話でしたあ、はいあア。アホではない方がいいなと思いますね。はいうん ある程度の教養。ある程度の教養はね、やっぱいるなと。<laughs> どうもありがとうございました、ノラさん。はい、あるとう。じゃあ<ー>、職場でお待ちしてる。誰が上司やねん <laughs>、はい。ありがとうございます。はい、どうもどうも。失礼します。はい、失礼します。いやー、そうか。やっぱそうなんやなうん。ノラ、うん、さんでした。ありがとうございました。えー、じゃあ、次が、 改札にやってくる人たち。ということですね。ソカリさん。うん。かけましょう。えー、ソカリさん、かけます。だいぶお腹が減ってきたな。うん。もしもし。もしも、もしもし。はい、聞こえます。大丈夫です。 ありがとうございます。どうもどうも。こんばんは。んんはよろしくお願いします。お願いします。ソカリと申します。どうもどうも、初めまして。初めましてですね。はい、あの、先ほどの野良さんと一緒でずっと、僕も出てやろう、出てやろうと思って。あ、そうなんですね。ず <laughs> <laughs> っと、あの、僕もずっと実況見させてもらってます。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます、もう。深夜ですが、ちょっと。 3000人以上の人見てるんですね、これね。延べでしょうから、これは。ええ、全然、全然、今現在聞いてる人なんて、もう本当に、ほんの数人だと思いますから。いや、少ない、すごい少ない、少ない、もう頑張って、ちょっと話させていただきます。YouTube に上げたときに2000万人ぐらい見るかもわかんないですから、それは。ちょっと帰っていいですか。すません ジャスティンが RT してくれるかもわかんない僕もちょっとなんか果物と引き揚げ持とうかないお願いしまし、ね、はいすいませんあの改札にやってくる人たちっていうことなんですけども僕の友達があの鉄道会社の駅で働いてまして、うん、あなるほどお友達がそうなんです、はい、ちょっと、まあ、またぎきではあるんですけどその中で、まあ 改札、まあ、今、自動改札ですけど、はい、まあ言ったら、何か駅員さんに用がって、やっぱり行く人たちはいるんですよね、うん、やっぱ窓口にうん、うん。いますね、はい。そ,うなんですそれで、あのその中で、まあ、あのー、面白かった人みたいな、はい、まあちょっと2人,だ2人いるんですけど、はい、ちょっと一人。で、まず1人目なんですけども、はい、まあお昼、改札って、立ち仕事がしんどいんですよね。 でまあ、もう仕事早く終わらへんかなと、ぼ、まあ、ーっと、こう、うん、なんていうんですかね、ぼーっとしてたみたいなんですよ、友達が。そしたらあの、なんかおばちゃんの声がしてきて、うんはいす、すいませんっていう感じで、ちょっと来たんですね。で、なんやろうと思ったら、すいません、ちょっとチャレンジしてもらえますかって言ってきたんです。<laughs> な <んか S 1> え <laughs> え,え、なになになにと思って、え、何を調査いやでき、できることやったら、まあまあ、でげるけどと思って、バって。<laughs> <laughs> って手元を見たんですよ、そのおばあちゃんの。はいはい、そしたらあの、行こうかと千円差んチャージじゃないか、それと。いやいやチャージ、チャージ。<laughs> チャージ、チャージ。でもやっぱりその友達優しい子なんで、うんあの、今日やっぱ何回も出てますけど、やっぱ温厚な子なんで、チャージあ、チャージですねとは言いにくかった優しい。あわかりました。チャレンジします。優 <laughs> <laughs> しい。<laughs> <あの> <laughs> <laughs> それで、あの生産機の自動生産機の方に、うん、あのあれチャージもできるんで、うんうん、あれ。通して、まあ、あの、あ、これで、あのチャレンジできました。<laughs> <laughs> ありがとうねって言ったんで、<laughs> あ。よかったな。でもあれは。まあお、おばちゃんにとっては。 チャージしてもらうってことはおばちゃんにとってのチャレンジやったんかなって、その、それはね、必ずしも間違ってはないもんな。<laughs> ないもん。うん、そうなんですよ、うん。間違いではないし、うんうん、まあ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 、それは、まあ、チャレンジ、まあまあま、あ一回この話はもう、うそうだな、うんうん、そうだ、うん。<laughs> そうだ <laughs> まあ、否定はしないであげたっていう、まあ、そういう人やったんですけど、ねうん直。直さないのいいですよね。いやそう、ね、そう僕も、その、あれですもあのー、吉野,はい、吉野家行ってね。はいはいはい。 あの牛肉と焼き鮭。ャケとご飯と味噌汁。いいですね。ね、牛鮭定食くださいって言ったら。あいいですね。牛鮭定食ですねって言われるんです。いや、いや、ょってください。もうケでええやんけ、それはもう。もうその、マニュアル。マニュアルの塊みたい。そこお前わざわざ、俺はもうジャケって言ってたらもうケで返しゃええやんって思う。そこをやっぱね、そこ そういう起点のね聞く接客大事ですよねそうそうそこをねいやほんまにねやっぱそこをちゃんとチャレンジですねって言えるそのお友達の駅員さんいいですねちょっと粋な計らいというかんというかまあそれであすいませんそれで二人目二人目のそのまたちょっと同じ同じ友達が経験してる話なんですけどあの まあ今すごい中国人観光客っていうのが多いんですね、やっぱり。で、まあ、その、こは関西の鉄道会社なので、はい、やっぱりその、京都なり、奈良なり、大阪やった南波なりですごい観光中国人観光客が多い。また今、特にその、大阪はすごい観光、すごいらしいですね、観光客が。そうなんです、あの、グリコの、あ,のあそこの、南波のね、あの、うんうん 引っ掛け橋とかあの辺とかもすごいですから、はい、もうそれでもう中国人観光客は聞いてくるわけなんですよね。うん、このどの電車乗ったらいいのみたいな,どなどど。どこどこ行きたいっていうう,んうん、うん、で、中国人はやっぱりあの英語も喋れるんですよ。はい、ある程度。うん、ほんで、まあ、一人のおっちゃんが来たんです。はい、中国人のおっちゃんが来て。うん、そしたら、もうあの、チリの七三のあの、なんか、カンフー 映画とかにもか絶対出たことあるような <laughs> 出てるんちゃうかなぐらいの, <laughs> まあのちょびひげでちょっと銀縁眼鏡かけてちょっと気持ちハゲ気味の七三のなんかもうザ・中国人ザ・中国人みたいなもうちょっと偏見なんですけどねこれは <laughs> それであのまあ来たんですよわすごいの来たなみたいな、はい、まあまあまあいいやと思ってそしたらあの突然あの I want go to その英語で。<laughs> えど,どこにどこに始めたい、うん、どこに行きたんやろ、うんえ。え、な。え,え,えみたいな。うん、なるじゃないですか。うんうん、え ?I want to go to n y a l l r って言うてくるんですね。わからへん声。声もおかしいし。<laughs> 声の癖ってなるし。<laughs> 癖がね、すごかって。えよく聞いたら、うん、ならない。ならないやん。ミャンマーかと思った。<laughs> <laughs> ニャラって言うんですよね。なるほど。ね、それでニャラ、ニャラ、ニャラってあ奈良のことねと思って、奈良やったらあの電車ですよみたいなのを、うんまあ、片言なりの,あの英語で教えてあげたら、どうやらその中国人のおっさんはもちろん何日かその関西を滞在するわけなんですね。はいはい、そうしたらまた、 なんかこう2日目の工程のなんかこう工程表みたいなプログラムみたいな、うん、あなるほどこれも聞きたいんやけどみたいなそうそういう感じですねそれであの同じようにあの「I want to go to push!」って言ったんですよ <laughs> ええ,えどこ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 怖い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 あなん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 い怖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  <laughs>、うん、る怖い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  みたいなえ、プサンやったら韓国やしなみたいなそんな感じになってきてでちょっと中国じゃないか漢字書いてもらおうでその友達が紙渡してえ、どこみたいな感じで渡したら布施やったんですそれ布施の漢字も布に 布に施すというか、施すじゃないの感じですけど、それで、布施ああ、布施って言ったんですよ。友達が、ああ、伏って言ったら、イエーイ、イエいやそれは布施あっ、伏ねみたいなリアクションでええやんって思いながかってるこっちが言うてるんやからって。こう こっちもまあ英語もわからないんで、ふせふせって言うじゃないですか。うん、それゃあっ、プシしプシッ、プシしって、ずっと、そしたら、友達もイラッとしたんかな、うん、もうええわって言って、<laughs> ってもう、その駅員さんやのに、あのもうええわって突っ込んでしまったっていう、そういう、<laughs> そういうお話でした。駅員である前に、関西人なんやっていう。<laughs> <laughs> そうですね。 もうびっくりしましたね、その話を聞いては、は駅員さん大変だよなって,思って、<laughs> すごいなと思いましたね、そういうちょっと、はい、っそうか、中国パワーなのかな、すごいですね、やっぱりあの、なんですかねあの、その奈良方面の電車とかにはもうその、ここは奈良,奈良に行く日本人おらへんのかっていうぐらい中国人乗ってるらしいですへ ものすごい、そんなにみたいな、ええー、そうなんや、ものすごい多いみたいですね、その場所、ナンバーの方面であったりとかね、ね、えー、そういう感じらしいです。いやー、ままあ、でも外国のお金が日本に入ってくるならいいことですからね、そうですね、えー、やっぱりどんどんお金を落としてもらって、うんうん、駅員さんにも頑張ってもらおうと、ね, <laughs> そうですねちょっとあのしんどいこともあると思います。<laughs> <laughs> プシー言われるかもしれない、ね、じゃあもう、布施明とかも,もうじゃあ、プシプシー明なんでしょじゃあ。<笑><笑>プッシー明はなんかモノマネ芸人みたいな感じ <laughs> <笑><笑>急に間抜けになるな <laughs> そっかそっか。いうはい、面白い話でした。すみません、ありがとうございます。どうも。すみません。 またあの、アンチャーテッドの配信楽しみます。<laughs> ありがとうございます。またやっていきますんで、よろしくお願いします。<laughs> ありがとうございました。失礼します。失礼します。ますはい、すっかりさんでした。ありがとうございました。いやー、まあまあ、漢字で見てその、プシって読むからプシって言うのはまあ、わかるとしてさ。まあ、真正面から、員きんさが、伏せねって言うてるんやったら。<laughs> それはもう伏せって言うたらやん。 <laughs> こっちの方が正しいみたいな。パワーあるな面白いですね。イエーイ。さあ、じゃあ続いて。20番目、この、北斗の喧嘩のあるタイトル。ともよ、愛こそすべてと知れ。なんと五車星の誰か死んでるよね、もうこれ裏で。 えっ、ー、こ,こやあ。はい、かけまーす。うん。やっぱり知らない職業ならではの話とかね。どうもどうも。もしもし。もしもし、はい、聞こえております。えっ、ー、と。 まると申します。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、ちょっと大層なエ切ったタイトルをつけたら誰にも選ばれなくて、<laughs> こんなとこに回ってきてしまって。<laughs> 逆にちょっと警戒されたみたいな。そうですよで。次回に回すのもやばいなと思って、<laughs> ちょっとこう、炎上戦まで持ち越させていただきました。<laughs> ああ、よかったです。置きといてもらって。<laughs> お願いします。じゃあ、はい、えっと、はい。お話しさせていただくんですが、はい。えーっとですね。 僕の高校時代の友人の話なんですけども、その友人が、えー、っと小学校、中学校、高校とずっと来てて、うん、仲のいい友達だったんですけどあず,ずっと一緒なんですね。それで、まあ、登下校なんかも一緒で、うん、で帰り道、えーっと、自転車でいつも一緒に帰ってたんですね。はい でまあ、褒められたことじゃないんですけど、まあ、自転車で並走して、ダブり、うん、ながら帰ってたんですね。うん、まあまあそんな、そんな大したあじゃないですか。はい。ええ <laughs>。いいまあそうなんですよ。まあ、まあ、田舎じゃないんですけど、まあ、学校の周り、田んぼがいっぱいあって。うん。で、まあ、牛小屋なんかがあったりするんですけど。<laughs> 田舎じゃないんですか、それって。え田舎じゃないと思うんですけど。牛小屋牛小屋とか <laughs> 牛小屋牛小屋。まあ、なかなか。 牛の糞って甘い香りがするんだな田舎ですよね田舎じゃないですか田舎じゃないんですね。いや、まあまあ、本人がそういうの映像して書いてたんですよ。で、僕が左で、友人が右側で走ったんですけど、その日が、その時がちょうど夏から秋にかけての頃で、田舎ですよね田舎じゃないん ちょっと駅が、え、学校から駅までちょっと歩いたら数十分ぐらい田舎ですよね。<laughs> 田舎じゃないんですよ、ね。あれ、田舎じゃないんかな。田舎、今んとこ完璧やけどな。あ,あ、そうですか。うん。<あ>なんか。ちょっと確認しときますね。<laughs> すみません、ちょっと。ごめんね。僕の今まで、あの、培ってきた常識全部壊さないとダメかもわかんないんで。 確認しておきます。それはなん,なんというか、あ申し訳ない。それではちょっとまだ確認しておきますので。<laughs> もしかしてですけど、あのーはい、星空とか綺麗ですかあ星はそうですね、冬なんかオリオン座が綺麗 <laughs> 田舎ですよね。<laughs> 星綺麗に見える田舎いや,いや田舎、いや、田舎なのかな <laughs> <あ> <laughs> いや、まあ、まあまあ、そういうわけなんですけど。まあ,まあまあ、はいはい。はい、で、まあ。 その季節になると、やっぱり稲の花粉がひどくてですね、で、友人なんかは花粉症が結構きつい人間で、はい、ほんで、あの、まあ、その日もぐずぐず言ってたんですけど、ちょうど十字路に差し掛かってきたところで、はい、で、僕らは右に右折しなきゃいけなかったんですよ。はい。であ、右折しなきゃあかんなって、何気なく僕はもういつものように右にハンドルを切るわけですけど、はい、えー、この丸さんが左ですよね。 左です、ねはい、でそのところで友人がちょうどくしゃみをしたんですよ。<laughs> で、ハンドルを切れなくて、はい、僕の自転車が友人の自転車の左側面にガーンとっ込んで,<ー>でその結果僕は全くの向きだったんですけど友人の自転車が横転してジャ、はい、ーって軽く滑るぐらいのアスファルト <laughs> 倒れて、うん、あ大丈夫かって僕はもう自転車にまたがりながら言うんですけど。うん でまあ確認してみたら、怪我はなかったんですけど、自転車のタイヤにある泥よけってあるじゃないですか。はい。カバーみたいなやつある。あれが思いっきりひん曲がってて、タイヤに食い込んでたんですね。うわで、タイヤが回らないんですよ。あ、なるほど。あこれ、帰れへんぞと。ものすごいブレーキみたいになっちゃったんですね、そうですよ。回らないんですよ。もうあの 家まで、もう、チャリでも数十分かかるんで、田舎ですよね、田舎じゃないんですで、まあ、ちょっとこれ、帰れんぞということで、なんとか銭とさんにとって、かばんの中のもをあさって、なんとかもう、ここまで曲がってしまったら、いっそ最大まで曲げてしまえば回るんじゃないかという考えのもと、ちょっと、限界までひん曲げたら、なんとかタイヤが回るようになって、ああ、そうなんですね、ちょっと、映画想像できないですけど、回るようになったなら、なったんですよ、なんとか。 あーよかったよかった。うん、とりあえず一応帰れると。うん、なんかタイヤ変な形になってるけど、まあ、帰れるやつと <laughs> <laughs> で、タイヤ、まあ触りまくってたんで、はい、手が真っ黒になったんで、近くの公園で、水道で手だけ洗って、うん、で、また帰るんですね。はい、で、まあ、それでまあ、こう言ってたら、そのうちその話もだんだんと忘れてきて、いつものようにまた並走して、うん、食べて、また続きの帰り道に帰路に着いていったわけですよ。はい、で、そんな中、 またなんとなく並走してだべってたら急に友人が、うん、えっとそれねピターンっていう音がいきなりして<え>でそれと同時に友人がギターンって何やろうピターンっていう音の想像もちょっとつかへん <laughs> はいでえー、何ってさすがにいきなり叫び始めて何や何やと思ってうん、うん、横に右側に友人を見たらはい そしたらその友人の自転車のハンドルを握る友人の右手の甲に鳥の糞が落ちてた結構な自転車なんで結構なスピードが出てるにもかかわらず鳥の糞がちょうど友人の右手の甲に直撃したんですよで鳥の糞って結構水分があるんでん落下の高さがあると結構 こう痛いみたいで <laughs> もう突然のことでもう困惑しつつも叫んでしまったらしい <laughs> 道行く人も思わず振り返るほど「<laughs> <て>うわこんなことあるんや」って思ら走ってる自転車の手の甲はやばいですねそう狙ってバケして本当にあの、うん、この間年増さんがやってたあの、うんこ投げるクソゲーみたいなあのような感じが。 もしかしかあれ年蔵さんやったら誰が,誰が <laughs> 友達の手の甲にユンコッシュさんとます年蔵さんだと思うんですけど違 <laughs> いますかね違いますよあそうです僕のはもうちょっと僕のやったらもっと痛いですよあそれは失礼しましたそれはもう穴あくぐらいのえい,いやつしますから <laughs> まあもうすごいおもろかったんですけど、まあ、確かに不憫やったんでと <laughs> 一回じゃ手を洗おうかって言って。<laughs> でまだ <laughs> 一<回>えっと <laughs> 一回タイヤ触った後と一回洗ってんのに <laughs> じゃもう一回手を洗おうとでまあえっ、ー、と近くにえっ、ー、とトイレがあったんで、はい、そこで手を洗って、はい、でまあ友達に手を洗って帰ってきて、うん、ほんで最後にこう悲しいなーってつ <laughs> <laughs> いやいて。 しいなってつぶやくその友人の,その哀愁漂うその背中にまた別の鳥のふんがついてたって打率すごいな友達3連コンボを1日のキロの間に食らったという話ですね 1>, <laughs> 1個ぐらい食らってあげたらよかったのにマルさんそうなんですよね,ね<え>僕も全く無傷で自転車も,もうピンピンですし <laughs> 友達はまあ自転車の泥よけがダメになって、たぶん後輪が開けた上に、制服のブレザーですか、に鳥のフンと、あと手の甲に化粧を負った、うん、<laughs> あ制服はブレザーなんですね。そこはちょっと田舎感薄いですね。まあ、あのー、田舎へとね、制服で釣るっていう話があるんでね。<laughs> <laughs> そ<う>人が来ないんでね。あ <laughs> あ、そうか。逆に、だから田舎なんや。<laughs> あ <laughs> 制服のデザインで人を釣る今確信しましたね田舎です、ね、<laughs> <laughs> 田舎です、ね、田舎やったよかった田舎でしたああよかった田舎でそういうことか<ー>いや衣笠さんそのお友達をもう大事にしないとダメですねなんか <laughs> なんかその役を全て引き受けてくれてるみたいやから <laughs> ああそういう身代わり人形的な役割を <laughs> いや一緒に大事にした方がいいですこれからも そうですね、<ー>今度なんかおごってあげようかなと思いますね。ちょいちょい還元していきましょう。どうもありがとうございました。いはい、面白かったですいい。いや、ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。はい、こちらこそ配信。はい、失礼します。はい。ええー、コロマルさんでした。ありがとうございました。すごいなぁ。走ってる。走ってる。 てるチャリの手の甲はやばいな。その手の甲じゃなかったらもう当たるとこないのにね、自転車乗ってるときやったら。ピンポイントやったんやな。さあ、では次行きましょう。次は、祖父の葬式で兄貴に驚いた話。中田紳士さん。開けまーす。 何ちゅう名前やっていうねまあ何ちゅう名前やって思う方が心が汚いのかもしれないもしもしどうも,どうも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 お久しぶりですお久しぶりですお久しぶりですおしますはいあのセクシー女優さんとねやった時にお話させて以来うんあとあの生放送でゲームを見ていただいた以来はい星蔵の弟子とみんなに言ってますけど <laughs> やめろ <laughs> 年三さんを知ったあおいで。あお <laughs> い,いでもらうのはまあ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 ,まあ別に勝手なんでね。はい、もうみんなに言い回して、ああそこれがオーディション動画だと。見らますけど。<laughs> <laughs> いらんことしてるわ。<laughs> えっとそうです、まあちょっと話をしていこうかなと。はい、お願いします。<も>はいはい。えっと、まあそうですね、ちょっと祖父の葬儀の話なんですけど。はい まあ、10年ぐらい、じゃあ10年でもない、7年、8年ぐらいの前なんですけど、はい、僕が高1の時とかに、うん、なんかその年、なんかすごい身内のが連続で亡くなって、あららで、なんか、まあ、みんな病死とかなんですけど、うん、なんか、2月にあの母方の祖祖母が、ひきばあちゃんが亡くなって、はい、で、その時に葬式、まあ、行くじゃないですか。はい、で、まあ、まだ高1なんでブレザー来て、うん 行ったんですけど、はい、でまあ兄いが3人いまして、うん、でまあ兄弟順並んで僕が末っ子で一番下で。じゃあ、お兄さんが2人ってことですか、2> 兄,兄2人と僕で、うん、で隣が父親だったんですよ。はい、母方の方だったんで、父親が一番端っこで。うん、で、まあ、お経ってあるじゃないですか、組織。ありますね。ライブがありますね。 って眠くないですか、はいうん、<laughs> どうかな,なかもう暗いしずっと一定のリズムでずっと言ってて。うーん。まあちょっとその、あの盛り上がるとこあるやつもありますけどね。<laughs> あの、そのし <laughs> <ー>宗派によってはね。なんか。あー、うん、ちょっと僕の宗派はなかった、まあ、かもしれない、まあ。ギャーティーギャーティーハーラー、ギャーティーとかないですかそこめっちゃ盛り上がるんですよ。あそれですけど、<laughs> あー僕の中では、まだ メロかなと思ってそしたらね、なんかまあ眠くなってきて、で、なんかまあ僕もちょっとうとうとして、で、隣の次男もうとうとしてたんですよ。で、まあちょっと寝ちゃってるとこもあって、で、親父も寝てて。親父も50ちょいのもいいおっさんなんですけど、寝てて。で、まあ、寝てたのそれ、目つぶってその。 黙祷してるんじゃなくて。どうあんま暗くても分かったんですけど、ネッてもコクコクしてた気もして。ええすごいな。はい。で、まあ、車、帰り車で、長男が怒ってて。ああ、長男は起きてた。長男は起きてた。で、まあ、隣が次男で、次男に、お前寝てただろうお前葬式寝るなんて非常識にほどがあるぞって聞いてて。まあ 長男は僕と父さん寝てること知らなくて。ああ、そうなんや。でも、まあ、俺は何も言わず。うん。で、父さんは、まあ、そうだなみたいな顔してて。いや、お前、どんな顔しとんねんって思いながらも。うん。いや、俺も、まあ、確かに悪いことしたなと。うん。確かに、身内の葬式で寝るなんて、うん。俺はクズだなと思ってた。全然紳士的じゃないなと思って。いや、それは勝手につけたんや、名前は。で、その2ヶ月後に、祖父の葬式があったんですよ。はい。 4月。なんで、4月ぐらい。で、うわ、2か月後で死ぬなんて、本当にやばいな、その年だと思ってて。で、まあまた行くじゃないですか。はい。で、またちょっと暗いので。うん。はらーって言ってるんですけど。うん。あかん。さすがにもう寝んとこうと思って、さすがに2か月だし。うん。思って、ずっと足とかつねって。必死のやつ。や、もう絶対寝えへんと思って。そしたら、もう、で、長男がすごいおじいちゃん子だったんで、うん。で、なんか、 すごい、話する声が聞こえて、うん、ズずーずー言って、鼻も噛んでたりしてて、う軽く。うん、わ、もう、兄貴す、やっぱ、おじいちゃんもやったもんな、すげえなー、うん、悲しいわなと、と。ちょっと今まで過去思ってて、うん、なんかなこ、泣いとこうかな、と思って。いや,いや、やめて、そういう、そういうのやめて。泣いとこうかな、みたいな、やめて。あかんな、なんか、潤むけど、粒が落ちんな、と思ってて。粒は落としとかな、みたいな。そ<う> <laughs> やめて、やめて。そうういうの <laughs> <laughs> でまあでも兄貴すげえなと思ってで葬式終わってもう兄貴どんな顔やのと思ったら、うん、あの人花粉症でただただ鼻水出てただけで <laughs> ずっと噛んでてただ,た,だ花ただ花粉症でなんか辛いと思って <laughs> 春やからこいつに何でこいつに説教されたんだろうと思って <laughs> <や>お前は花粉症なんかいええやん別に別にええやん お花粉症薬飲んでこいよって思ええやん、別に。そね、えそこ。寝、寝てたとかやと思ったら、花粉症かいな,ないそれ。泣いとけよって。だから。花粉に負けんなよって。<laughs> あかんって。花粉はしゃあないから、それは。<laughs> いや、もうでも、うん、びっくり。 びっくりした。何でたっていうたお前にびっくりするわ。いや、もう泣かんのかいっていう話でしたよ。泣かんのかいって。それどころじゃなかったんや。涙ちゃうんかいいや、それはしゃあないよ。それはしゃあない。まあでもおじいちゃんもな、そんな花粉の季節に死んだらあかんよね。そうですね。じじいもちょっと考えおく。口悪いな。 <laughs> 口悪いな。この年にもう一人死んだんですけど。<laughs> マジか。その時は何もない。ないんかい。なかったん,かが一気に死んでうん。もう中呪われた年でした。もう中、う中の期間が短くて済んだな、言うて。怒られるわ。そうですね、一気に。3年分が一週一気に。一回で終わった <laughs> そうですか。何もなかったんやったら、やっぱ、兄ちゃん大丈夫や。 <laughs> 大丈夫や兄ちゃん結構大丈夫。うん。俺が一番泣こうとしてた。いや、だから泣こうとしてたっていう言い方あかんっつうおじいちゃん,ん <laughs> 俺は、俺は泣いたなぁ、普通に。俺は泣いたなぁ。まあ、そうか、俺の場合は、あ,<ー>あの、親、直の親やったからな泣いたなぁ。お前、おじいちゃんおばあちゃんとかじゃ、まあうん、おじいちゃんおばあちゃんはちょっと、 うーん。泣けへんかったかなうーん。泣こうとしたんやけどな。なちょっとね。うん<ー>。高っていう。<laughs> まあ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 。まだ,ま,だまだ若かったやろうから、その時は。ありがとうございます。うん。こっから先は結構、あの、泣けると思うよ。あ、そうですね。うん。<laughs> じゃあ、ね、また次回頑張って。<laughs> ありがとうございます。うん。<laughs> ありがとうございました。あ <laughs> た。あ お待たします。<laughs> <も>ありがとうございました。もちろんもちろんよろしくお願いします。ではでは。おーい。中田紳司さんでした。まあ、高校生ぐらいやったらそうなのかもな。うん。<laughs> さあ、ということで、えー、やってまいりました。延長戦。ラストになりますね。 2時22分。通 <laughs> じ22。完璧ですね。ラスト出てくるのはこの方。ケムロックゴンゾウさんでございます。<laughs> まさかこの方が最後になるなんて。いいですね。かけてみましょう。うん。 もしもし。あどうもこんばんは。どうもこんばんは。いやー、あのー、最後になるとは。まさかのね。いや、本当に、あのー、正直、はあ,あのー、15人でき、あまあ、16人でまあ切るってなって、今日終わりかなと思ったら、延長戦で、はいはい、ある意味、エキシビジョンいうことでね、こううん まあでもちょっとあのそんなに俺はパンチが強い話ではないのでまあささっともう今回出ようかなと思って喋れる機会あったらということでこバッていけますよって言ったらあのまさかのアンケートが唯一の一桁。<laughs> <laughs> ラストですかい <laughs> おい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 ちょっと待てよと。<laughs> えー、いやでもほんまあやっぱねあの突然の通知とかいう普通のタイトルやとね <laughs> やっぱあかんいうことやった、ね、まあ次からはあの森友の真実にこうかなと思ってます、ね、やっぱねみんなの気をね引くようなタイトルです、ね、そうですね川谷の今とかね,ねいろいろそうたねみんなの気引くやつでねいかんとねダメなんで、ね <laughs> ね、そうですね、えー、考えていきましょうそれはもう、まあ、とはいえまあちょっと最後、まあ、今回の指名ということでうん、えー、なんとか なんとかうまーくやっていけたらと思っております。いやお願いいたします。お願いします。はい、あのー、まあ僕はですね、まあちょっとあのー、とあるサイトを見ておりまして<い>、えー、まあこれがまあ正直なところですね、<い>まあちょっとやらしいサイトでございまして <laughs>、えー、だからあんま、あんまそのね、名前とかはちょっと言えないんで、<laughs> まあちょっとイニシャルだけで言うと。<laughs> イニシャルでね、はい。 ちょっとそのサイト、あの、イニシャルだけで言うと、はい、あの、DMM って言うんですけど。<laughs> なるほどね。むしろイニシャルじゃない方を知らない。<laughs> うん ねね、DMM って言うんですけどね、そちらのサイトで、まあ、ちょっとあのなかなかエロ方面がありまして、<laughs> えー、あのそちらのサイトでいろいろと作品を見てまして、<laughs> 作品をねそれ気になったものをです、ね、お気に入りリストに入れられるんですよ。なるほど,なるほどいいですね、えー なので、こ、まあこれでポン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 入れてるんですけども。ポン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 。そこのお気に入りリストは、あの、最高で一応400作品らしいんですけどなるほど、これはすごいですね。まあ、ニコニコ、えー、ニコニコ動画のだって NG 登録だって200件ですから。その倍ですよ。倍いける。もう僕はもう,もう男らしく400すぐ埋まってしまう。ポ <laughs>、えー、ーンって埋まって、次、次お気に入りってやったら、もう追加できませんよ。おっやなぁ。 やな恐ろしいな思って、なのでね、いつも、あのー、こう新作を見るとき、こうチェックするときには、自転車操業のように、リストをこうあの全部見ては、これはいいからどうしようかなっていうのを削っては、新作を入荷してっていう、もう職人、大工職人のカンナのように、薄く削っては、なんとか、なんとかこう差し込もうみたいなこう感じでやってるんですけど。<laughs> ものすごい毎回毎回こうもうほんまなんかもう血を抜く自分の身を削るような思いでこう抜かしては入れてみたいなことを戦力外通告をしていくわけですねああなるほどたまに今気分によって今日いいかなと思って翌日あれやっぱ戻そうとかあるんですけどねあの時はどうかしてたみたいなええあるんですけどねまああのその DMM というサイトですねこう チェックしてますと、はい、あの一応、毎日のようにセールというものがあります、それがです、ね、結構あるんですけども、はい、あの便利なのがあの、お気に入りリストに入れてると、そのリストに、えー、値下げ商品が丸々個ありますっていうふうなトップに通知が来るんですよ。ほほほうななるほどなるほどど ということは、ふとねこう見に行ったときにあ、あ、うん、今日は何本セールがかかってるのかちょっと、あちょっとお気に入り見てみようみたいな感じで、ものすごくウキウキして見に行くんですけども、うんで、大体セールが毎日日々え多くて、まあ、多くて10本程度、はい、でたまにこう年末とかの大規模なセールがあるっていうふうになってても、僕のリストの通知だと、うん、まあ20。 それでもね、30本もあんねや、ちょっとなんか,なんか楽しいな、<laughs> なんか今回、光ってんのかなっていうふうに、はい、もうそれはもうめっちゃ男らしく、それをこうちっとこう見つめたままね、<laughs> いろいろこうチェックするわけなんですけど。はい でもあのそうやって結構セールとか来てて、うん、あのいつも楽しいなーなんていう思って見てて、とある日にですね、うん、いつもの,の,、まあ、の DMM というところの、まあ、トップ開いたら、はい、あのいつも、まあ、10本、うん、で、大きなセールがあって、まあ、20、30くらいなんですけども、うん、その通知が急に50本っていう。はい、<laughs> なんやと、<laughs> 50? 俺は今までこの数字を見たことがない。<laughs> いつもの5倍、お前、海洋圏やないかと。<laughs> もう俺のドラゴンボール、俺の両親中はもうすぐにもその願いを叶えたいと。<laughs> もうこんなもパニックですよ。何や、この数字は、ああ <laughs> いうふうに見て。<laughs> いや、これはびっくりするなと思うんですけども、そこはもう落ち着いて、いやいや、これ単純にセール引っかかってるだけやと。うんもう、またじっとこう見据えて男らしく、うん。マルチディスプレイで。 マルチルもちゃんと、ね、2画面で、ね、片方でなんか普通になんか動画とか見ながらも、も <laughs> うん、正面の方はね、ちゃんと DMA 見ながら、<laughs> じっくり見据えて、ただ50本ってなんやねんと、い、うん、うて大規模ゼールもね、正直その時期は過ぎてたんで、うん、特にないし、なんか、でもこれはなんかおかしいかなと思ったんですよ。で、一応、そのお気に入りのところをパッと開いて、うん、なんでこんなあんねんって開いて見てみたら、はい 地上 OK、オフセールやったんですよ <laughs> <laughs> いつも10本とか20本や言うてるもんがそのセール来たら急に50まで数字が伸びるっていう <laughs> 自分の癖がね <laughs> よりによってその m を3 0オフセールでそこまでの経典をスコアを取るかいと。<laughs> <laughs> やっぱこうあの日々追加してるんでね、自分のやつはあんま分かってないですけど、向こうからの僕への通知ですよね。お前はこういうのやねんっていう。<laughs> そういうことですよ、完全にね、自分じゃ気づかなかったけど。 やっぱ人に言われて初めてこう自分の癖というのはわかるという,う、ね、地上 MOK、OK、が良かったと、えー。ということでね <laughs>、えー、改めてね自分のこの一つまた履歴書に一個書けるものが増えたなということでねいろいろ自覚できました。ああ<ー>、えー、やかったです DMM 便利ですね。<laughs> ちなみにですけど、そののまに、あまあ、日本ほどね、えー、MO のささやきインゴ手こきと、えー、小一時間、ほんをいじっくり倒されて、寸止めされまくった僕というのい行きましたんでね。MO やなぁ。<laughs> MO やない <laughs>、私、本当にもう大満足でございました。<laughs> <laughs> ほっこりしてるないや、本当、男らしいんでね。いやもう男、ゴンゾの名前やめなはれ。 ほんま <laughs> <laughs> いやまあねあ<ー>えこういったあのなかなか普段は見ない数字にこう私、えー、突然の通知でびっくりしたとございてました <laughs> 突然の通知良いタイトルでございました<笑><笑>、はい、ありがとうございますさすがケンさんいやーね本当今回はこうやってさせて、うん、ありがとうございますいやーあの以前ですね、うんはい ぞうさんがこうお話してたんですけども、はい、あの以前僕がこのお話に出たときに、はい、TP ぞうポイントを廃止するというのを聞きまして、私、すごいこう残念でね、本当に今回もポイントなければ、本当どうしようかなと、<laughs> 出ようか出まいか、どうしようかなと思っていてね、えー、今回出たんですよ。えーえー、TP ぞうポイントの代わりに、今回あの TM 歳増マイレージがあるとね、聞いてまして、あの、2000マイレージ貯めると、あの、都市ローションと交換できるっていう <laughs> の。都市ローションと都市ローションと交換できる。なので、あの、今回の僕のこの突然通知のお話、歳、はいはい、増さん、何マイレージですかえー、4000マイレージあります。<laughs> <laughs> 日本に交換できる <laughs> これはもう、一時間、いじっくり倒されて、寸止めしてるわけにはいかん<笑><笑>え私、今夜、楽しみたいと思います。<laughs> えどうも、ありがとうございました。ありがとうございました。<laughs> 失礼します。はい、どうもいやー、ケムさんでした。ありがとうございました。いやー、最後にふさわしい、あのー、安定感のある、 えー、伸びやかな、えー、完成度の高い、えー、お話でございました。うーん。400本登録しているうちの50本がまさかそれとはもう、これは完璧な、ね、えー、通告ですよね。うん。50本セールでも、買ったの2本なんですね。 慎重な、うん、用心深さもちょっと、うん、伺い知れたなと、と、えー、いう感じでございました、うん。さあ、ということでですね、えーまあ、延長戦も含めて、えーまあ、2時間ぐらい、長くても3時間ぐらいでいいんじゃないかと言ってたんですけど、やっぱり面白い話聞きたい欲は尽きないということで、えー、結局ほとんどの皆さんのお話聞かせていただきました。 いやーうん。よかったですね。いやーあ。疲れた今回も楽しい話たくさん聞かせていただきましてありがとうございました。また、ね、こういう機会設けますんで、その際に。えー、今回ね、あの、ちょっと間に合わなかった方、時間が遅くてちょっと、えー、無理だった方、えー 話聞いてみて、あ、これなら俺も話したいなと思われた方、えー、いらっしゃいましたらまた次回、えー、よろしくお願いいたします。<laughs> ではね、2時34分ということですから、寝ましょう、寝ましょう。はい、ありがとうございました。んありがとうございました。 あー、ごめんなさい、ちょっと、プセが、プセが出てしまし、プシが出てしまいました。<laughs> お疲れ様でしたー。